内田優馬ハトタブス。 Yes, 3, 2, 1。これですね、ストーリーを更新したこと自体は超偶然なんですよ。ただその前の時間現場をのじけんさんとご一緒させていただいてて、で結構二人でもがっつり喋るような収録だったので、いろいろ喋ってて、で帰り際にお疲れ様でしたとか言って、いや、やっぱのじけんさんもお料理とてもお好きなので、いや料理したいですねとか言って、で魚をさばくのがのじけんさんはそうお得意なので、いい魚いいっすねとか、魚で寿司握ると楽しいよみたいなって言ってもらって、うわめっちゃ寿司握りたいっていう気持ちが高まって、その後寿司握りたいってつぶやいたら、その直前にのじけんさんが寿司握ったっていう。のじけんさんの影響です。そうなんです。まあというところでですね、いや本当でもね、ちょっとのじけんさんお蕎麦もね打つのお好きだというお話なんでね、いや趣味一緒趣味一緒やんつってですね、ちょっといろいろのじけんさんとやりたいですねっていうねお話をしていますね。